さあということで皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。オチピーチャンネルでございます。本日はですね、国道4号線沿いにあります、こちらはですね、どこですか、ここはちょっとね、地図的にはわからないんですが、どこだっけな、ここ、まあ、ともかく栃木県なんですよ。栃木県にありますですね、このなんというんですか、昭和漂うゲームセンターにちょっと立ち寄ってみました。はい、すごくねレトロな感じがしたのでね、ちょっと立ち寄ってみたんですが、本当にすごい、うわ懐かしいね、なんかこのタバコの自動販売機すら懐かしい感じがしますね。はい、こちら、お、来た、日清食品のこのカップラーメンの自動販売機、最近見ませんね。ちょっと今お腹は空いてないんで買えないのは、まあ買えはしないんですけど、すげえここにこうやって割り箸が、そう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 、これね買うとですね、ここでお湯がね出せてみたいな感じなんですよ。懐かしいな。でこちらね、何ですか、あ、スナックだ、そうだ、スナックの自動販売機だ。はあ、はあははあ、いいですね。こちらね、タバコ、タバコじゃないや、タバコ違うな、まあいいや、ちょっとね大人の世界の自動販売機でした。はい、でこれね、あの、まあ、タバコもこちらで売ってるんですけども、このね字が渋い、手書きですからね。あ、そうだ、あ、今分かりました、これそう焼いたしだ。でですね、こちら、普通に自動販売機がありまして、まあ、こちらのねこの今白飛びしてるあたりは、ちょっとね、成人向けの、ちょっとね大人向けの自動販売機なので、ちょっとここではね撮影できないんですけれども、まあ、ともかくこんな感じのレトロな雰囲気漂うゲームセンターに立ち寄ってみたのコーナーでした。いや渋いな。あの、ね、普段ねこんなとこ寄んないんですけど、なんか今日はねこうたまたま通ってる、まあ国道4号線通ってる時になんかこう一軒だけポーンとあったんで立ち寄ってみたんですよ。見てください、この周り真っ暗ですよ。だってこれ、ね、裏国道4号線沿いなんですけども、右見ても左見ても全く何もない。まあ向こうにセブンイレブンがありますけれども、それにしてもねここはこう人が立ち寄りにくいって、ただね、あのこの道路真っ暗で見えませんけど、すごくねあの立ち寄りやすい道路なんですよ。なんでね、とはいえ立ち寄りやすいとはいえ、このレトロな雰囲気のゲームセンター、ね、いいですね。椅子に座ってタバコとか吸うのかな、みんな。まあ私ねタバコ吸わないんで、ただなんかこう椅子に座ってみましょうか、じゃあね。はい、こんな感じです。渋いな、これね、ゲームパチンスロのゲームがあってみたいな感じでね、非常にね渋い感じのゲームセンターでした。はい、皆さん機会があったらねぜひ立ち寄ってみてください。国道4号線矢板市にありますレトロなゲームセンターでした。またお会いしましょう。オチピーチャンネルでした。バイバイ。